まあ、いろいろなモチベーションを持ちながらシーズンを迎えていたと思うんですけれども引退を本当に決めた時期というか自分の中で今期でまあ区切りをつけようと思った時期はいつだったのかというのを教えていただけますでしょうか、はいえーまあ、引退自体をその考え始めたのは2年前ぐらいでした。えー、ただそこから、あのー、自分が 引退する姿っていうのがなかなか想像できない中でもちろん全力でスケートを取り組んできたんですけれども、まあ、あのそれからいろんな経験をし、まあ、今に至るという形ではありますはっきりとした時期はじゃないっていうかはっきりとその決めた時期っていうのはもうだんだんと。あの ただ、コーチに伝えた時期というのに関しましてはあの全日本終わったタイミングでステファンのコーチに、えー、この次の大会で現役を引退しようと思うというのをお伝えさせていたた。だきました先ほどの質問であの回答であったあの引退を決め,た決め始めたとか考え始めた時期が2年前ぐらいからだったという話でしたけれども、これはなんか理由といいますかどういったきっかけで考えるようになったのかという点をあの伺いできますか うんそうですね、僕はもともと、そのすごいどうしてもいい成績を残してやるぞという強い気持ちで競技をやってきたというよりも本当に毎日ベストを尽くすそして目の前の試合を全力で一番いいものにするという気持ちでやってきていたんですけれどもあのそれがすごくこの世界選手権の一回優勝をしたときにあのもちろん、 引き続き頑張るという気持ちは変わりませんでしたけれどもあの、まあ、ゆずくんの引退だったりネイさ,さんの,あの引退もありずっと共に戦ってきた仲間たちの,あの引退というのを聞いてあなんかすごく寂しい気持ちとなんか取り残されてしまったという気持ちもありましたし、まあ、そういったところから自分も考えるようになったかなと思います。 これからもフィギュアスケートでいろんなことを挑戦されていかれると思います、えー、競技生活の中で、えー、っと振り返って思い出してみてあの時のことを思い出すと頑張れるとか何度思い出してもいい思い出だって思えるようなシーンや大会がありましたら教えてくださいちょっと今後の自分のお守りになるようなシーンがあったらまあそうですねやっぱり世界選手権で初めて優勝した後の ステファンの喜んでいる姿っていうのは、すごくあの、まあ、自分にとっても記憶に残る、鮮明に記憶に残る思い出かなとは思います。羽生選手とネイサン選手がとの戦いの中で、一番印象的に思っている試合だとか、あの 自分が一番闘争心を燃えたとか熱くなった試合がありましたら教えてもらいたいのとっといってあの、まあ、2年後に、まあ、ミラノも控える中まだトップ選手としての力を持っている中でここで競技会から離れるということへの未練というのは全くないのでしょうか、はいえーまあ、まずその未練というところに関してなんですけれども、まあ、正直、全くないです。あのー 自分としてはすごくこれからまた自由にスケートをやれることのうれしさとともにまあ本当に昔の映像とかもあの振り返ってみても本当によく頑張ったなってここまで毎日同じことを磨き上げれるっていうのはまあ自分のことなのであまり褒めちぎりたくはないですけれども本当に素晴らしいことを成し遂げることができたなって僕は思っていますしまた、まあ 記憶に残るネイサンとゆずくんの試合なんですけれどもまあ彼ら2人は僕にとっては本当に雲の上の存在でいつか同じ立場で戦えるようになりたいとねずね思うすごいスケーター2人でしたまあ僕が果たしてそこにたどり着けたかどうかは自分でも分かりはしませんけれどもそれでも僕なりの 全力のフィギュアスケート人生を送れたかなと思いますし、まあ、やっぱり大会の記憶に残るものに関しましてはうんどっちかというと大会というよりも本当に2人の人間性というものの素晴らしさという方が僕は記憶に残るかなと思っています体格が大きな選手に混じってご自身の強みとか表現を作ってきた印象があるんですけどあのー その姿にまあ勇気づけられる選手もいると思う中でこう振り返ってみてこう考えてきたこととかあとなんか残せたものがあるかなとか今なんか思われることありますすかうんそうです、ねまあフィギュアスケートという分野で体格が低い身長が低いとかの部分でなんか不利に思ったことはないです、本当にフィギュアスケートでよかったなって思ってますまずこの 1 5 7センチという身長で他で輝ける、まあ、スポーツ以外もですけれどもなかなかないので、まあ、なんかすごい偶然あこ,あのこのフィギュアスケートというものを始めて、まあ、本当に恵まれているという言葉を今日は口にしていますけれどもそういった部分も含めてすごい僕にとっては何もそのフリーとかそういうマイナスな気持ちに思うことはなかったかなと思います。 プロスケーターとして表現していきたいことっていうのはどんんななことなんでしょう、まあ、競技とはやっぱ近くなるかもしれませんけれどもその毎日の練習が楽しくなるような自分が心から踊るようなスケートをしていきたいなと思っていてその本当に競技から離れるので自由にフィギュアスケートをやれるかなとやるもやらないも自由だしそのジャンプを飛ぶスピンをやる。 何をやるにしても自分で選べるっていうものなので本当になんか自分の生き方にもすごくマッチしてるかなと思うのです、うん、すごく楽しみだなと思ってますあの宇野選手のこの引退の話を豊田昭夫会長に伝えたときにです、ね、アスリートへのサポートは旬な時だけそれじゃだめなんだとトヨタにはプロもアマもいろんなジャンルのアスリートがいるからいろんな形があっていいんだよというふうに言われてですね。であの 確かにあのトヨタにはいろんなアスリートがいるなというふうふに思ったんですけどあの今、明生会長との写真も出てますけど明生さんとはなんか過去にどんなコミュニケーションがあったかって覚えてますすかそうですね本当に3、4回もっとお会いさせていただいてあの、ま、本当に失礼なことも何回かしてしまったことがあるんですけれども。 あのすごく気のいいなん,なんですかねあの普通の車好きのおじさんってご本人は最近言ってますねああそうい言いにくいですけど <laughs> 本当にそれぐらい喋りやすいんですよ、はい、で、まあ、僕が本当に成績が良くない時もたくさん心配していただいたりとかもしましたし成績、えー、がいい時もすごくあの喜んでだいてるという言葉もいただきましたしまああの初めて トヨタ社長の、あのー、ご自宅にお邪魔する機会が一度ありまして、うん、そこの場で、あのー、名前をトヨタ社長の名前を書く時があったんですけれども、はい、カタカナで書いてしまって <laughs> そうなんですでもそれでも許してくださるんですよ <laughs> カタカナで会社の名前と合わせたってことです,そですね <laughs> そうなんです 正解は濁るんですねね東洋だなんででそう,そう,そうでもそれでも,も笑ってあこういう名前だから覚えて帰ってねっていうそういう人なんでもうマジで優しいです。<laughs>